断なんですよ ね抜粋これ思いっきり全曲と通して聴いてみたくなりました。すごいですね。もう左手だけで弾いてるとは思えない。いや、そうですよね。本当に メロディーとあとその間の、まあ、いろんなものが入ってて、右手を失ってもピアニストとして挫折せずに弾こうと思ったからこそ曲を発注したんでしょうけど、さらにその上にさあここまでやってみろよっていう、はい、ラベルの挑戦状みたいな、片手だからこそ両手の人間を超えてみろよっていうような、なんかそんなこう気概も感じるような曲に思いましたね。すごいなと、うん、お互いにこう挑戦し合ってる感じがラベルと、そうですね、なんかそれがすごい曲に現れてて、はい、じっくり聴いてみたくなりました、うん、大音量で